ああ、ケイさん、膵臓に嚢胞があると言われました。どうするって、なんか他に、なんかこういうことするとか、治療方針とかなんかあります？大丈夫でしょうか？いや、それね、主治医の先生とよく相談してください。大丈夫かどうか、ちょっとここでは言えないので、わからないので。まあ、それがね、嚢胞のみで何もね、悪さしなければ大丈夫なんだろうけど、それが大きくなっていくとか、数が増えるとかだったら、ちょっとね、考えなきゃいけないので、ケイさん、主治医の先生とよく話してみてください。